やってきました。三河屋。こちらはね、静岡県掛川市、新しくできたお店でございます。2023年3月、まだグランドオープンはしてません。ただいまプレオープン中でございます。三河屋掛川アンデルセンさんでございます。もともとアンデルセン西町店でしたけどね、三河屋さんとしてね、新しく生まれ変わりました。それでは店内の方ね、行ってきたいと思います。こんにちは、お邪魔します。ほら、いきなり焼きたてパンがあります。焼きたて食パン、あ、ドーナツ、クリームドーナツあります。184円。お、カレーパンあります。辛口カレーパン、普通のカレーパンあります。リングドーナツだってこれ、美味しそうだね。白い粉がかかって、創業当初から人気のおやつパン、うちの周りに砂糖をたくさんつけてお召し上がりください。最高だねこれ。はい、プルミエレーザー。あとはこちらベーコンエピ、コシアンパンってありますね。こちらのコシアンパンはね、コノマセアンのコシアンがたっぷりと、パンはもっちりだそうです。184円。なにこれ、これはねミルクボールなんで、パリッともっちりした生地のね中に練乳クリームがたっぷりと入ってるんだって。それで153円。なにこれ、チーズロール、ふんわりしたパンの中にチーズを入れて、上にはさらにチーズを乗せて焼きましたと、美味しそうだね。さあさあ、まだありますよ。これは甘いやつかな、マロンデリッシュ、チョコデリッシュ。おー、これも美味しそうだな。お、お札黒糖レーズンっていうのもあるね。チーズフランス、お、フランスパンのチーズ、ミルクカマンベー。お、あとはクリームパンあります。クリームパンといったらね、私の手でもね、私最近痩せちゃったんでね、ちょっとクリームパンっぽくなくなっちゃったんだよな。ムチムチ感がなくなっちゃって、はい、ということでクリームパン、はい、こちらがね、掛川メロンパン、アンデルセンさんのね超大人気商品ね。これ地元産のね、マスクメロンとピューレを使用したクリームですということです。お、チョコメロンパンだって。これもちょっと気になるね。あとはこちら、いちごメロンパン、中にはね、あまおうの果肉入りのジャムクリーム入りだって。はい、その他、野菜ジュース、コーヒー、カフェオレ、お茶、水、売ってます。そしてそして、お、ほら、焼きそばドッグ、ハムエッグカツドッグ売ってます。サンドイッチも売ってます。ほらほらほら、サンドイッチもいっぱい売ってる。ケーキ売ってます。ほら、私の大好きなガトーショコラ。いやー、いちごショートも美味しそうだね。くるみとキャラメルのブラウニー売ってます。あ、桜シフォンだって。これは季節限定かな。はい、フルーツコンポート、モンブラン、あ、こっちこれ食べ物だ、チーズタルト。まだまだあります。ほら見て、四川パン、焼きたて四川パンがあります。これは小さいやつ、270円。じゃん、こちらが四川パン、大きいやつ378円。
辛そうな名前ですが辛くないんだって。甘いパンなんだって。外はカリッと中はしっとり、もっちり口の中で優しい甘さが広がります。ということで、こちらもちょっと気になるんで一つ食べてみようかな。ショーケースが冷凍餃子がたっぷり入ってます。ニンニク餃子350円1パック100個入り。野菜餃子、ニンニクを使用してない野菜が多いタイプの餃子なんだって。これも1パック100個入り350円。これいいじゃん、下町のジューシー餃子、肉汁の多いタイプの餃子だって。味がしっかりついてるのでタレにつけなくても美味しいですよ。いいね、これ。これもちょっと頼めるかな。これは気になりますね。1パック350円、2パック690円、3パック1000円、2パック以上はお買い得です。こちらのね、三河屋さん、本来はねテイクアウト専門なんですけど、今日は特別に私だけこちらで食べさせていただきます。はい、こちら三河屋さんのねテイクアウトメニュー、唐揚げがあります。焼き餃子もあります。さらにさらにお弁当もあります。ということでね、今日はねこちらで唐揚げ餃子お弁当をね食べていこうと思います。唐揚げはね揚げ時間3分から5分。だし醤油唐揚げ、塩麹唐揚げ、醤油塩麹唐揚げの合い盛り。あ、ももと胸があるってことね。まあ僕はね断然もも派ですね。基本はねももしかダメです。ヤンニョムチキンもあるんだ。油淋鶏チキンもあるね。ああ唐揚げがいろいろあるんだね。これはちょっと楽しみ。もう私はね唐揚げ大好きおじさんですから、ほぼ毎日唐揚げを食べるという、お店に唐揚げがあったら必ず食べるというね感じなんで。あとは焼き餃子もありますね。焼き時間が5分から10分ね。餃子はジューシー餃子、ニンニク餃子、野菜餃子。いやジューシー餃子っていうのがね気になったんで、これも頼んでいきたいと思います。あとはねお弁当、お弁当はね5分で作ってもらえるみたい。だし醤油唐揚げ弁当、塩麹唐揚げ弁当、油淋鶏弁当、餃子弁当、キンパ&ヤンニョムチキン弁当。これちょっと頼んでみようかな、ね、今日結構いっぱい頼むからね、あんまりご飯食べれないんでこれをやってみたいと思います。なんてね紹介してる間にもう来ちゃいました。ほらほらほら、いろいろ来たよ来たよ来たよ。その前に、はい、三河屋さんはねただいまプレオープン中でございます。営業時間はね11時から19時、毎週月曜日定休日になってます。そしてそして本当のグランドオープンは4月6日がグランドオープンになります。4月6日からね本オープンなんで、皆さんぜひ来てくださいね。私はその前にねプレオープン中にね今来てますけど、こちらお先に実食してね皆様に美味しさを届けたいと思います。いろいろ頼んだからね、まずはこちら餃子、ほらジューシー餃子ね。おお、熱々、めっちゃ熱々です。はい、こちら、おー、すごいじゃん、これか。キンパってね、この何、太巻きみたいな感じのやつね。キンパ&ヤンニョムチキン弁当でございます。これうまそう。さらにね、あるよあるよ、これ見て、このどでかい唐揚げ。これはね、醤油と塩麹の唐揚げのね合い盛り6個入りね。
めちゃくちゃでかいよ、唐揚げ。これ食べきれるかな。まあ食べますけどね。これ見て、四川パン。これはね、ちょっと食べれたら食べます。美味しそう。あー、いい香り。あ、おしぼりまでつけてくれて優しい。それでは特設コーナーでいただきます。さあ、何からいこう。何からいってほしいですか。皆様が望んでるものからいきますよ。分かってますよ。これでしょ。んー、キンパ。どうですか、違いました。いただきます。うまっ。何これ、マジでめちゃくちゃうまい。はい、これヤンニョムチキンね。あ、もうちょっとね、辛いかなと思ったけど全然辛くない。うん、僕でも食べれます。優しい甘い辛さ、美味しい。キンパ、キンパとね、ヤンニョムチキンのね、組み合わせいいね。さすが韓国を代表する料理です、うん、お茶買ってきました。じゃーん、加減ガチャ。加減ガチャやってます。150円。なんか焼肉みたいなのが入ってるね。焼肉。あ、これもうまい。ヤンニョムチキン、お弁当完食。いや、美味しかったな。これね、780円ね。はい、続きまして唐揚げ。やばい、どっちがどっちだ。こっちがね、だし醤油唐揚げね。めちゃくちゃでかいよこれ。いただきます。うん、これモモのね、すごく柔らかいやつ。いや、大好きなタイプ。これよこれ、うまい。衣がおすすめで、味がしっかりしてて中がめちゃくちゃ柔らかいですね。これ最高の唐揚げ、美味しいです。うん、うまい。はい、続きましてこちら塩麹唐揚げね。これもうまそうだな。あ、うんうん、何これ塩麹もうまいね。塩麹感がめっちゃ出てる。若干甘みすら感じるからね、塩麹も。これもうまいな。これ白いご飯にめちゃくちゃ合うやつ。一つが大きいからさ、すごいボリューム。餃子食べます。こちらがね、ジューシー餃子ね。タレがなくてもね、味がしっかりしてるから美味しいよっていうことなんで、いただいてみます、タレなしで。あ、本当だ、味しっかりしてる。だけどね、濃すぎない。味がしっかりしてるけどね、全然めちゃくちゃ濃いわけでもなく、ちょうどいい。タレつけてもちょうどいい感じになると思う。とりあえずそのままこれトリプルでいってみます。お、やば、ジューシー餃子っていうだけあってね、汁がねピーって飛び出ちゃった。さすがジューシー餃子。1個食べたら感じなかったけどね、3つ食べたら分かった。口の中がね、水浸し、洪水になりました。本当にジューシー。ジューシー餃子に餃子のタレをかけていただいてみましょう。絶対美味しい。これうまい。これ皮も大きめでね、もっちもち。1個が大きめで身が詰まってるからね、ボリューム餃子でございます。いや、餃子美味しかったね。餃子はね、焼いてもらうと8個入りで450円なんだけど、冷凍をね、持ち帰るとね、1パック350円、3パック買うとね、1000円ですからね。この餃子はね、お買い得かもしれませんね。さっきもね、冷凍でね、3パックとかね、買っている人がね、いましたよ。この餃子、人気出てるかもしれません。すでにバズってるかもしれません。最後は唐揚げだけではありません。
ほらほらほら、四川パンもあります。四川パン食べてみますか。辛そうに見えて辛くないっていうね、この四川パン、どうでしょう。ん、何これ、めちゃくちゃ甘いじゃん。これ四川パンってね、辛いカレーが入ってると思ってたら、普通にめちゃくちゃうまい甘いパンなんだね。初体験でございます。いや、うまっ、四川パンうまっ。これマジで食べてほしいな、みんなに。甘くてもちもちしてて、周りはカリカリ、中ふんわり。いや、これうまい。唐揚げに最高に合うパターンかな。唐揚げ残しといてよかった。うまい、うますぎる、最高にうまい。だけどね、ランチおじさんのお腹が限界に達してます。今日ね、実は2軒目なんです。1軒もうね、ランチやってきた後なんですよ。そんな言い訳しちゃダメですね。出されたものは食べないとダメです。出されたものじゃないね、これ自分が頼んだものだからね。勝手に出されたわけじゃないからね。まあでもね、もうこれを食べたらね、私はもう24時間何も食べないんでね、全然問題ないです。食べます。はい、あとはキャベツ。はい、完食、ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱい。いや、でも美味しかったな、このね、三河屋さんのね、お持ち帰りシリーズ最高だったな。いや、唐揚げが柔らかくて美味しかったな。いや、餃子もジューシーでうまかった。ティンパンのヤンニョムチキン弁当も美味しかったな。全部美味しいじゃん。最後に食べたね、四川パン、いやー、マジで最強、最高だった。さすがパン屋さんだよね、掛川の老舗三河屋アンデルセンさんで、最高に美味しかった。まあ、今日はね、特別にね、食べさせてもらいましたけど、まあ、基本的にはね、テイクアウト専門なんで、お持ち帰りで楽しんでいただきたいと思います。ブランドオープンがね、4月6日からなんで、皆さんどうかよろしくお願いいたします。ということでね、本日は新しくオープンいたしましたね、三河屋掛川アンデルセンさんからでした。バイバイ。